皆さんこんにちはオデッセイコミュニケーションズの平井ですオデッセイコミュニケー YouTube チャンネルオデッセイメディアではオデッセイコミュニケーションズが配信している資格試験に関するさまざまな情報を発信していますさてオデッセイが運営しているサイトにモーグというサイトがあります、えー、こちらなんですけれどもマイクロソフトオフィスや VBA を中心とした情報コミュニティサイトで Q&A 掲示板やテクニック集なんかをですね掲載しているサイトになりますいざという時の問題解決ですとか日々役立つようなテクニックなんかを紹介していますのでぜひ活用いただきたいなと思うんですけれども今回はこの文グの中で閲覧の多い Excel テクニックについて動画で解説をしていきたいと思いますはいこちらですね今回の Excel テクニックは 特定の数値を除いた平均を求めるというものです具体的にはこちらですね顧客 ID に対してまあ、いくら商品を購入したのか金額をまとめたリストがあったとしますで、購入をしていない人は0円というふうに表示をされているんですけれどもこれそのままこの全員の購入金額の平均値を出してしまうとアベレージ関数で 6196円と出るんですが、これは実はこの0円という人の0という数字も含めて平均を求めてしまっています。ただ実際に購入した人の平均を出したいよとなった時に0という数字は除きたい。取り除いて平均を求めたくなるわけです。なのでこういった時に0のデータを無視して平均を求めるにはどうしたらいいのか これを解説していきたいと思います。0、えー、の人だけ、まあ、当然削除したりとか順番を変えたりしてしまうと、まあ、形が崩れてしまいますので、えー、できればそういった加工をせず Excel 関数を使って平均を求めていきたいんですけれども、えー、こちらの手順で進めていきます。使う関数はアベレージイフ i f 関数になります、えー。まず計算結果を表示するここにですね購入者平均額というところ ここを選択をして数式でアベレージイフをアベレージイフですねこちらですえ途中まで入力したらタブキーを押せばえ関数が入力されますその上で B2 から B34 購入者の範囲を全部選択をしてえカンマとでその後に、えー ここですねダブルクォーテーションの後に不等号の記号で2つ並べて0と入力した後にもう一回ダブルクォーテーションで挟むと、えー、こういったものを入力してあげます、えー、アベレージー負関数はここにありますけれどもまず範囲を指定してその範囲の中で、えー、条件を指定します今回で言えば購入金額という範囲の中で、えー、これ ゼロ以外という意味になるんですけれども、ゼロ以外のデータだけを選ぶというような指定をしています。で、その後で平均を求める、えー、データ範囲を指定するんですが、今回は購入金額の、えー、この条件を指定した範囲と同じになるので、その場合は省略しても OK です。これでエンターを押すと、8519点なんちゃらかんちゃらと。 ちょっと桁数を下げますがという平均が出ました先ほど普通にアベレージ関数で求めた平均は6195円、まあ、0円の人が入ってしまっていたのでその分低くなってますが、えー、今の方法でやれば0の人を除いた平均額というのを求めることができました。はい。他にもこういった場合でも今の技が使えます。 特定の数値を除くのに日曜日だけの金額を取り除いて売上平均を出したいよなんていう時も同じ技が使えますここの D の2のセルにですねカーソルを合わせてアベレージ IF 関数をまた入力していくんですけれども今度は条件を指定する範囲が曜日の方になるので B の2から B の31まで。 の範囲を指定しますでその後先ほどと同じようにダブルクオーテーションで不等号の記号を並べてでさっきはゼロ以外だったのでゼロと入れましたが今度は日曜日以外なので「日」というふうに入力をしてダブルクオーテーションで囲ってあげます。でカンマを押して、えー、今度は先ほどの、えー、と違ってですね 条件を指定する範囲と平均を求める範囲が違う列になりますので今条件を指定する範囲は曜日のところそれに対して平均を求めるのはこちらの C 列になるので今度は C 列を選んで選択してあげてこれでエンターを押すと平均が求められます。円となりますね。 はい、これで今日曜を除いいた平均になってますちなみにただアベレージ関数を使ってしまうと日曜も含んだ平均になるので今求めたものと値が異なってますねこんな感じですで今入力した数式の説明したんですけれどもどういう意味だったか改めて説明をすると B の列曜日の列で日曜日以外の値 に該当する C 列の平均を求めますよというような意味になります、えー、ここの何々以外という、えー、数値の指定の仕方ですね、えー、ここをいろいろ使いこなせると便利になっていきますので、えー、何々以外のこの部分いろんな、えー、除き取り除きたいものですね、えー、の指定してやってみてくださいはいご視聴ありがとうございましたいかがでしたでしょうか 他にもこんな操作を紹介してもらいたいよこんなテクニックを紹介してもらいたいよというものがあればコメント欄にですねコメントをお願いいたします今後もこのチャンネルでは Excel テクニックもしくはまあ統計に関するような動画を発信していきたいと思っています今回の動画が役に立ったよとか参考になったよという方はぜひぜひ高評価チャンネル登録をお願いいたします またあの動画をですね、拡散いただけるとなお嬉しいです。では今回の動画は以上となります。ありがとうございました。